スイス、グラールス州の A3 高速道路から見たグラナーアルプス。アウトバーン3はスイスの高速道路。A3 はスイスのバーゼルからザルガンスを結ぶ路線である。フランスとの国境地帯からチューリッヒを経由し、南西に向かって斜めに走っている。総延長は約 180km であるが、一部の区間は A1 及び A2 の路線と重複している。また、国道3号線とほとんど一致する。支点は、バーゼルの国境地帯で、北は、フランスのオートルート A35 に接続している。バーゼルビーゼジャンクションからアウクストジャンクションまで、A2 と重複し、分岐した後に、A3 は、ラインフェルデンやフリックへと向かう。また、全長3750メートルのベツベルクトンネルを、抜けると、 ビルアージャンクションからリンマタール交差点までは A1 と重複している区間である。その後 A3 はウルドルフやチューリッヒへと伸びていく。リンマタール交差点からチューリッヒイコール西ジャンクションまでの区間は2009年5月にユトリベルクトンネルが開通して以来西バイパスと呼ばれている。そしてチューリッヒ湖の左岸、さらにバレンコに沿って A3 は走り、 終点のメルスで A13 に接続する。A3 は A1 と合わせれば、バーゼルからチューリッヒを結ぶという点で重要な路線であり、他方 A13 と合わせれば、チューリッヒからクールを結ぶ点で重要な路線である。バレンコソイの米線からムルクの区間は特殊な区間である。1964年、この区間に6つのトンネルとともに、A 三3が、基幹道路として開通した。 これらのトンネルは、ツイゲルブリュッケザルガンス鉄道の米線からザルガンスまでの旧ルートにあったトンネルを高速道路に作り変えたものであった。この鉄道路線はもともと1859年に開通したが、1960年にケレンツァーベルグトンネルができてからは使われなくなっていたのであった。よってこのトンネルを高速道路に改装したのが、この区間なのである。 ただし、米戦からバレンシュタットの区間は4車線であったのに、対し、このトンネルの区間だけは2車線となってしまった。なので1986年には、ムルクザルガンス方面の車線のために一方通行のケレンツアベルグトンネルが建設された。これにより従来の6つのトンネルも米戦、チューリッヒ方面の車線用に一方通行のトンネルとして転換された。 2009年5月4日、ビル・メンスドルフ・インターチェンジ、チューリヒイコール、南ジャンクション間が開通し、A3 は、バーゼルからザルガンスまでが結ばれるようになった。この新機械通により、2本の既存の路線のナンバリングが変更になった。1本は、リンマタール交差点から、チューリヒ市内のハルトトゥルムを結ぶ路線であり、A3 から、現在の A1H に変更された。 もう一本は、b ディコンからチューリヒーコール、南ジャンクションを結ぶ路線で、新しく A3W としてナンバリングされた。またこのバイパスの開通に合わせて、旧バイパス沿線の住宅地域に対する対策の初期段階が施行された。上記二つの既存の路線は、都心部に接続する交通手段として用いられていたが、新バイパスの開通二日前の時点で、 各方面につき一車線という非常に狭いものだった。これにより翌月から2010年の夏にかけて各地区の大通りや基幹道路を結ぶ従来の仮設の軸路線は解体された。ありがとうございます。